まったく、悪夢はいつもここから始まるな、シャル。最後はジューダスの記憶か。正確にはリオン・マグナスの記憶ということになるがな。ちょっと誰か来るよ。何の真似だ、リオン。見ての通りだ。ここから先へ進みたければ僕を倒してからにするがいい。何言ってんのよあんた。今が非常時だってことぐらい分かってんでしょ。そんなことは関係ない。僕は与えられた役割を果たすだけだ。お前たちを殺すというな。目を覚ますんだリオン君。君はヒューゴンに利用されているだけだ。その通りだ。僕はヒューゴにとって使い捨ての駒の一つに過ぎない。そんな、そこまで分かっていてどうして。僕には守るべきものがある。それだけのことだ。覚悟はいいか。行くぞスタン。リオン、なんでスタン。なんだ。終末の時計は動き出した。もう誰にも止められない。この音はまさか水が流れ込んできているのか。まずいぞ、早く逃げないと。でもリオンさんが。ダメ、間に合わない。リオン。愚かな、なぜお前はなおも傷つこうとする。ただ一言、未来を変えたい。そういえばこの苦しみから逃れられるというのに。卑劣な裏切り者ではなく、人々の記憶に長くとどまる英雄として称えられるのだぞ。お前の愛するものも手に入れることができるのだぞ。愛と名誉、その両方を目の前にしてお前はなぜそれを拒む。なぜ。貴様は何も分かっていない。僕はこの結末を覚悟していた。マリアンの命こそ僕の全て。そのためならどんな罵りも甘んじて受ける。だから願えと言っているのだ。お前の望む未来を、名誉と愛、両方を手に入れる未来を。そんなもの欲しくない。貴様の作り出すまやかしの愛や名誉など何の意味もない。この悪夢を永遠に繰り返すというのだな、リオン・マグナス。だから貴様は何も分かってない。僕はリオンではない。僕はジューダスだ。ならば望み通り永遠の悪夢を。やめろ。これ以上好き勝手にはさせないぞ。わからない、なぜお前たちはその男をかばい立てする。その男リオンは私利私欲のために仲間を捨てた裏切り者なのだぞ。リオン？そんな奴のことは知らねえな。私たちはただ仲間を助けるだけさ。ジューダスっていう大切な仲間をね。お前たち。その男はお前たちをまたいつ裏切るかわからないのだぞ。すべてを知った今でもなおそのようなものを信じられるというのか。知ってるとか知らないとか関係ない。
俺はジューダスを信じてる。今までもそうだった。そしてこれからもだ。帰る。さあ戻ろう、ジューダス。俺たちの世界へ。そして続けましょう、私たちの歴史を。ああ。克服してきたぜ、忌まわしい過去とやらをな。わからない。なぜ自ら苦しい道を選ぶのだ。神の力でまどろんでいればあらゆる望みが叶うというのに。そんなので叶った望みに一体どんな価値があるって言うんだい。価値なんかありゃしないよ。自分の手で掴んでこそ価値があるものさ。いつも正しい道を選べはしない以上、誰にだって辛い過去や悲しい思い出はある。でも取り返しようのない過ちも、数えきれないほどの後悔も、その全てが僕らの生きた証なんだ。それを否定することは誰にもできない。いや、させはしない。お前たちはそうかもしれん、だが彼らは違う。人々は皆苦しみからの解放を望んだ。自らの欲望が叶えられることを望んだのだ。いいえ、人々はただ忘れているだけよ、偽りの幸福の無意味さを。そして歴史という人の営みの中にこそ本当の幸福があること。そのことにいつか必ず気づくわ、カイルたちのように。そうだ、俺たちは気づいたんだ、リアナのおかげで。帰る。だから俺たちはお前に奪われた歴史を取り返す。そして俺たちの本当の幸せを取り戻す。絶対に。無駄なあがきはよすがよ。お前たちがどう思うと何一つ変えられはしない。いいえ、変えられるわ。人の思いの力は何だってできる。だから今から時間移動するわ。時代は天地戦争の頃。歴史を元に戻そうってわけか。やってやろうじゃないか。望むところだ。ディアラ、行こう。俺たちの歴史を取り戻しに。ええ。愚かな、その先には悲しみしか待っていないというのに。ここが千年前の世界、天地戦争時代か。さて、着いたはいいけど、これからどうする？まずは情報を集めなくてはな。エルレインがどうやって天地戦争の勝敗をひっくり返すつもりなのか、それがわからないことには動きようがない。ところでよ、ここって地上軍の拠点じゃねえか。ほら、イクシボスラーが置いてあった。確かにそうだな。ちょうどいい、ここなら情報も集めやすい。じゃあまずはここにいる人から話を聞いてみよう。ねえ、ここって軍の駐屯地でしょ。私たちこんな格好でうろうろしていたら、その怪しまれないかしら。言われてみれば確かに、どう見ても私たち軍人には見えないだろうしね。もしもしもだぜ、怪しまれちゃったりしたら俺たちどうなるんだ。即逮捕、拘束されるだろうな。天上軍のスパイにでも間違えられれば、軍事裁判にかけられてそのまま処刑なんてこともあり得る。おいおいおい、脅かすなよ。どうするカエル、ここは下手にうろうろしない方がいいかもしんねえぞ。とにかく歩きながら考えようよ。お前本当に事の重大さ分かってんの？
ターはこの私なのよ。言うこと聞きなさい。ちょっとばかし試作パーツを組み込んだくらいで暴走するなんて。こら、なんだ。そう、止まれっていうのがわからないの、このポンコツが。スクラップにしてジャンク箱行きよ。な、何を。こら、私はあんたのマスターだって言ってるでしょうが。あの、ちょっと無駄だ。リアラ、どうやら取り込み中らしい。ちょっとあんた何隠れてんだよ。ちょっとあんたたち、あれちゃっちゃと片付けちゃって。もしかしてそれは俺たちに言ってるのか。他の誰に言ってるように聞こえる。俺たちは関係ないだろうが。どうやらあいつは僕たちも敵とみなしたようだな。冷静に言ってる場合か。ほら、愚痴ってる暇はないよ。よし、行くぜ。氷結は終了。なんとかなったか。はあ、びっくりした。まったく、いきなりこんなことに巻き込まれるとは。おい姉ちゃん、怪我はなかったか。なんだよ、俺の顔になんかついてるか。とっな何しやがるこの野郎。何って、仕返し。はあ、私の HRX2 型壊したでしょ。だから仕返し。仕返しって、お前自分で片付けちゃってとか言ってただろうが。いいじゃない、本来なら軍法会議者のところが飛び蹴りで済んだのよ。軍法会議。それじゃこれって地上軍のものなの。ま、しょうがないわよね。あんたたち未来から来たんだから、事情もわからなかったんだろうし。ちょっと待ってよ。何にも言わないのにどうして。あ、当たってた。一番可能性がないものを言ってみたんだけど。鎌をかけたというわけか。まんまと乗せられたな。それにしても、どうして僕たちが未来人だなどと思ったんだ。根拠は時空間の歪みから生ずる大気中の成分の変化からあくびの仕方まで36通りほどあるけど、ま、一番大きかったのは勘ね。勘？ほら、女の勘はカオス理論をも超えるってよく言うじゃない。 ねえ、カオス理論って何？そう、とにかくこの姉ちゃんはヤバいぞ。とっととずらかろうぜ。しかし、あのロボットを操っていたということは、おそらく軍の関係者だろう。しかも機械を扱っているということは、ハロルド博士の助手かもしれん。ハロルド博士って、俺たちが使ったイクシフォスラを作った人だよね。博士ならば、エルレインの介入に関しても何か掴んでいるかもしれない。それに博士は、軍師カーレルの双子の弟だ。軍関係の情報も詳しいだろう。やはり、ハロルド博士に面会を。呼んだ？呼んでないよ。でもさ、あの人本当に学者なの？まずそれが疑わしいよな。泣く子も黙る天才科学者の助手っていうには無理がねえか。ねえ、呼んだ？呼んでないってば。だって今天才科学者って、それ私のことでしょ。あんたじゃねえよ。あんたの上司かどうかは知らねえが、ハロルド博士って知ってるんだろ。もしできるのなら会わせてほしい。話がしたいんだ。話がしたいの？そんなことお安いご用よ。本当？じゃあ博士のところまで案内してよ。その必要はないわ。さ、話して。おいおい、話が違うじゃねえか。俺たちはハロルド博士に話があってだな。だからここで話せばいいじゃない。わかんないやつね。
だから俺たちはハロルド博士に話があるんで、助手であるあんたには。助手？私が？誰の助手なの？お前はハロルド博士の助手じゃないのか？私は助手なんかじゃないわよ。アホらしい。さ、行こうぜ。だって私がハロルドだもの。はいはい、わかったわかった、あんたがハロルド。え、本当に？うん。くだらない冗談はよせ。お前がハロルド博士なわけが。あんたの背中にあるのシャルティエでしょ。細身の極東で刃渡り 67.3cm、 M 含めた全長は 81.7cm、 重さは 2.64kg。絵はシャルテー自身の手に合わせて若干膨らみを持たせてる。レリーフに刻まれてるのはジェルベ模様。属性は地、主に石や岩などを用いた小術を使用。ああ、初期状態で使える小術も聞きたい？そこまで詳細なデータを把握していて当然よ、設計者なんだから。でもよ、ハロルド博士は男だろうが。はっ、やっぱりそういうことになってるんだ。いやー、男の名前にしとけばみんな勘違いすると思ったのよね。案の定、みんなまんまと騙されてるってわけね。じゃあ、あなたは本当にハロルド博士？ああ、ハロルドでいいわよ。博士って言葉の響きが硬すぎて可愛くないし。可愛くないって。さて、じゃあ行きましょうか。ちょっと待って、行くってどこに？みんなにあんたたちを紹介するわ。私の部下ってことでね。そしたらラディスローの中でも動きやすいでしょ。それと、これは真面目な話、あんたたちがこの時代に来た理由絶対に内緒にしておいてね。うん、分かった。ハロルド以外の人間には絶対に言わないよ。違う違う、私にも内緒にしておくの。え、だってこんな面白い問題があるのに答えをいきなり聞いちゃったらつまらないじゃない。いい？私が考えてる最中は答えを絶対に言っちゃダメよ。それじゃ、ラディスローの中へレッツゴー。とにかく行こうか、みんな。それにしても試作段階とはいえ、私の HRX 2型を倒しちゃうなんて。カイル、あんた見かけによらず結構強いのね。私、あんたに興味があるな。ねえ、後でちょっと付き合ってよ。え、ダメよそんなの。そんじゃ、あんたも一緒に解剖する？解剖？そう、身体能力を調べるためにね。私は遠慮しておくわ。ハロルドだけでやって。また！ハロルドだけもなし、解剖なし。ねえハロルド、あんた未来のことが気にならないのかい？どうして？未来なんか知っちゃったら楽しみが減っちゃうじゃない。そりゃそうかもしれないけどよ、未来が分かったらこれからの戦いが楽になるとかって考えないのか？あんたアホね。答えが分かってる問題を解いたって面白くもなんともないじゃん。面白いか面白くないかが判断基準なのね。そう、ちなみにあんたたちと一緒に行動してるのも面白そうだからよ。時を超えてきた未来人との対面なんてめったにできない体験じゃない？しかしあのハロルド・ベルセリオスが女だったなんてびっくりしたよな。歴史学者たちの驚く顔が目に浮かぶぜ。現代に戻って学者たちに話したところで信じてはもらえないだろうがな。語り継がれた歴史なんてみんなそんなもんよ。自分たちに都合がいいようにねじ曲げられたり改ざんされたり、噂が一人歩きすることだってあるしね。噂が一人歩きって、あんたのは計画的犯行じゃねえか。千年間も騙し通せるなんて、全て私の思惑通りってわけね。そうだ、念をしとくけど未来から来たなんてこと迂闊にペラペラ喋んないようにね。分かってるって、自分が考えつく前に答えを言われたくないんだよね。それだけじゃない、
もしハロルド以外の人間に喋ってみろ。信じない人間にはおかしいようにしか見えないし、信じる人間がいたとしても悪用しようとする可能性があるからな。悪用？未来を知っていればその情報から戦況を覆すことが可能になるだろう。歴史を好きに改ざんできるということだ。その通り。あんた変なお面かぶってるのに随分まともなこと言うじゃない。だが心配はいらん。こいつらのようなバカどもの言葉を誰が信じるものか。それを信じるのはアロルド、お前のような本物の変わり者だけだ。うん、ま、それもそうね。私のような天才にしか理解できないのは確かだわ。でもあなた随分ちゃんと考えてるじゃない。私ほどじゃないけど、なかなかのもんよ。もしかしてそのお面にも何か意味があって？この仮面のことには触れるな。おお、あのジューダスがやり込められている。なんか新鮮だ。地上軍拠点の一番奥にある建物に行きましょう。そこでみんなにあんたたちを紹介するわ。ここが作戦会議室よ。ちょうど全員揃ってるみたいね。一番偉そうなのはリトラー、あと順番にディムロス、シャルティエ、イクティノス、兄貴のカーレルよ。なんだハロルド、会議中だぞ。後にしろ。すぐ済むからちょっと待って。私の新しい部下よ。みんなよろしくね。新しい部下？誰の許可を得たんだ？しかも一般人の子供を。何を考えているのですハロルド。私の HRX 2型を倒したといえば納得してくれるでしょ。あれをですか？そりゃすごい。しかし一般人は一般人、子供は子供だ。認めるわけにはいかないな。ちょっと待ってください。子供子供って。君は黙っていたまえ。とにかくそういうことだから、この子たちは工兵隊に所属させるわ。工兵隊の人事権は部隊長である私にあるはずよね。認められん。全兵士の人事権は中将の私が握っている。あ、そう。なら私はこれから別行動を取るから。大クロフト突入作戦も勝手にやってもらうことになるけど、それでもいいのね？おい、ハロルド。そこまでだ。彼らを地上軍の正式な兵士として認める。リトラー総司令。リムロス中将、我が軍の最終決定権は私にあるはずだが。それにハロルド君のことだ。一度言い出したら聞かないだろうしな。さすが、話がわかる。ハロルド、総司令に向かってなんて口を。まあまあ、カレル中将、そんなことよりも自己紹介をしてくれないかね。カイル・デュナミスです。同じくロニ・デュナミスだ。リアラと申します。ジューダスと名乗っている。ナナリー・フレッチさ。うん、よろしく。君たちはハロルド君の部下として工兵隊に配属される。だが勘違いしてもらっては困る。現場の指揮を取るのは私だ。私の命令には必ず従ってもらう。はいはい、分かってるって。それよりリムロス、作戦の説明してたんでしょ。もう一回最初からしてくれる？こいつらも連れて行くつもりか？私の護衛だからね。文句ある？あるなら。分かった分かった。本作戦の目的は2つある。1つは我が軍に投降の意を示したベルクラント開発チームの救出だ。そしてベルクラントって何ですか？あのな、前に話しただろうが、ダイクロフトにある兵器だよ。続けていいかね。そしてもう一つ、すでにその任にあたり敵将ミクトランの策に落ちた同志二人の救出にある。すなわちクレメンテ殿とアトワイトだ。なるほど。で、僕たちの任務は？ダイクロフトまでの移動手段の確保よ。もう目星はついてるから、あとは人手がいるだけ。人手って、私たちは機械なんかいじれないよ。ああ、大丈夫。ただのゴミあさりだから。ゴミあさり？ま、行けばわかるわよ。
リムロス、これで終わりよね。じゃ、私たちは出かけるから。頼んだぞ、ハロルド。お前の無理は飲んだんだ。今度はそっちが。はいはい、分かってますって。じゃ、行きますか。なあ、ハロルド、そろそろどこへ行くのか教えてくれてもいいだろう。ここから東にある物資保管所よ。ベルクラントに撃たれて今は使われてないけどね。そんなところで何するんだ。言ったじゃない、ゴミ漁りよ。移動手段を確保するったって飛行艇が丸ごと落ちてるわけないでしょ。だから使える部品を集めて作るの。とにかく黙ってついてくる。部品さえ集まればちょちょいのちょいでできるんだから。ついてくのはいいけどさ、私たちこの時代の地図持ってないよ。東って言われてもどっちに行けばいいんだい。そんなことだろうと思ってね。ほい、地図、それがあればわかるっしょ。なあ、ハロルド、お前天才科学者なんだよな。だったら一つ俺を世界一モテる男にしてくれよ。世界中の女の子がロニ様素敵キャーとか言うような、そういうやつだよ。できるんだろう。なああ、そんなのお安いご用よ。よっしゃー、じゃあハロルド、早速頼むぜ。それじゃあまず脳みそを取り替える作業から始めなきゃね。その後は顔のパーツを全面的に回収して、いや、いっそ首から上を全部すげ替えた方が早いかも。そういえば HRX2 型の予備パーツがまだ余ってたっけ。いや、もういい、俺が悪かった。さあ、物資保管所まで出かけましょうか。物資保管所は地上軍拠点からちょうど東の方角にあるわ。